ヨーロッパ歴訪を終えた安倍総理大臣は、まもなく帰国の途に就きます。イギリスのメイ首相との会談では、EU 離脱をめぐり協議しました。安倍総理は、イギリスが EU と合意のないまま離脱しないよう、メイ首相に要請しました。英国にもっと投資を行い、英国と共に経済成長をしていきたいと強く願っています。そのために合意なき離脱はぜひ回避してほしい。安倍総理は混乱なき EU 離脱を望んでいて、日本企業が悪影響を受けず、これまで通りのビジネスができるよう働きかけました。それに対しメイ首相は最大限努力する考えを示しました。日本と EU の間で経済連携協定が発効するのに合わせて、イギリスとも新たな枠組み作りに向けて速やかに取り組むことを確認しました。さらに TPP11 に参加を検討しているイギリスに対し、安倍総理は歓迎の意思を示しました。日本経済への悪影響を最小限に抑えたい安倍総理としては、イギリスが EU を離脱する3月まで気が抜けない状態が続きます。